マルティン・カール・ヘリンガーは、ナチス・ドイツの司会であり、1943年に、女性を収容していた、ラーフェンスブリュック強制収容所に赴任し、処刑された人間の遺体から金馬を回収する仕事に、就いた。1946年に始まった、最初のラーフェンスブリュック裁判では、15年の懲役を、宣告された。1955年に恩赦を受け、 地下業に復職するための資金も受け取った。ヘリンガーのご反省はほぼ不明である。ラーフェンスブリュックに収容された女性の囚人へ、リンガーがナチスの親衛隊に入ったのは1933年のことである。彼は1941年にはザクセンハウゼンで、1941年から1942年にはクロスセンビュルクで勤務した。 1943年の春から1944年まで、ラーフェンスブリュックに赴任しており、この間彼は大尉に昇進した。ラーフェンスブリュックの親衛隊の宿泊施設存命中の人物から修復不可能な金馬は回収し、遺体の口からも金馬を集めよという命令が親衛隊の最高指導者。 ハインリヒヒムラによって下されたのは1940年9月23日であった。そのわずか2日後から、金の収集は強制的かつ徹底的に行われた。犠牲者の遺族が金の引き渡しを求めれば、新衛隊は次のように回答した。収容所で亡くなった場合、遺体は仮装される、よって、歯に使っていた金属を返却することはできないへ リンガーは1943年に女子強制収容所であるラーフェンスブロックに赴任した。ボルターゾンタークなど彼の他に収容所には司会が3人いた。収容所の医長はカール・ゲープ・ハルトだった。収容所には歯科部門に必要な備品はほぼ皆無であった。ヘリンガーも歯科治療にはほとんど関心を払わず、収容所の同僚がそうであったように、 新英隊の幹部将校としての一般的な仕事をこなすことに熱を上げた。ある日の午後には50人を超える女性が裁判もなく処刑されることを止めようともせず、自分がその執行を監督さえした。彼の職務は何よりも、まず金や銀の葉、詰め物、ブリッジを回収してライヒスバンク総裁のバルターフンクに送り届けることであった。 軍医が死亡を認定すると、誰かが許可も取らず、遺体に手を伸ばす前に、まずえ、リンガーが金を求めて、遺体の口を探った。ヘリンガーは、イギリスの特殊作戦執行部のエージェントであった、リリアンロルフ、デニーズ・ブロック、ビー・オレット・サボーの処刑に立ち会った人物でもある。1947年、第1回ラーフェンスブリュック裁判における、 判決の場面第1回のラーフェンスブリュック裁判は1946年12月3日に開かれた。アメリカがニュルンベルクでナチスの医者裁判を開く6日前のことである。1946年12月5日から1947年2月3日までイギリスの占領地域で開かれた連合国合同裁判ではラーフェンスブリュックにいた16人の将校が裁かれた。 裁判中に死亡した一名を除き、全員が有罪となった。十一人には死刑が言い渡された。ヘリンガーは、囚人が収容所に来るたびに、後で回収できるようにその歯をチェックしていた。裁判前の陳述によれば、ヘリンガーも自分の仕事が遺体から金馬を回収することであることは認めていた。この作業は、ヘリンガー自身が行うこともあったし、 囚人の一人を助手にして代わりに行わせることもあった。さらに彼は頭を犬かれて処刑された直後の焼き場でまとめて仮葬に付されるのを待つばかりの遺体からも金馬を抜いていた。彼によればそうした囚人も合法的に処刑されたものと信じていたという。1947年2月3日、ハンブルクで行われた イギリスの軍事裁判所は彼に15年の懲役を言い渡した。彼は自身が司会としての務めを怠ったとは考えていなかった。ドイツ連邦共和国が1949年に発足したことでドイツの司法機関に対する規制も緩和されることとなった。1955年5月5日、ドイツが主権回復を宣言して西側による占領機関が終わると、 この規制もまた撤廃されていった。1955年5月14日、ヘリンガーはベルルでイギリスが管理していた刑務所から御社により釈放された。同時に司会として復職できる、要1万ドイツマルクの特別援助金も交付された。彼はその後、長い間司会として開業していたという、イギリスの国立公文書館にはエリンガーの写真6点が保管されている。 ありがとうございます。